ヒカル君個人の目標方向性は数ヶ月前と変わりましたが、変わったなら今の目標方向性を教えていただきたいです。休止して変わったことはいっぱいありますよ。やっぱり方向性自体はもう変わって、僕はもう日本一の発信力を持ちたいっていうのが一個の目標にあって、それずっと言ってますもんね。だからその自分が、まあ、例えばこのガム美味しいよって言ったら10万リツイートとか言ってほしいんですよ。こういう次元で発信力が欲しいっていうのがまず一個にあって、で、あとまあ方向性はね、もう変わんないです。方向性に関してはもうスタイルも変えるつもりもないし、調子乗って生意気でイケイケみたいな、でも人気者みたいな、そういうあれですよね、はいはいはい、そういうので行きますし、でも変えるとは変えますよ。もちろんこれから付き合っていく人ですね、関わっていく人を変えたいとかね、これまで普通になんかあんまり気にせず関わってた人とかも、いやもうこの人と関わりやめようとかね、素性が分かんない人はもう食事行くことすらやめようとか、そういうレベルで変えていくっていう。でもそれって目に見えないことなんで、動画上では映らないんですよ、それって。もだからちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、動画外で僕の中ですでに変わり始めてる。なるほど、私生活を。そうです、もう全然違います、はいはいはい、そこに関して。なるほど。あとはそうですね、やっぱね、これまで、まあ、YouTube の動画をメインにやってきたんですけど、これからはまあ動画をもちろん毎日出すっていうのも前提に、ファンとの交流にもちょっと力入れていきたいっていうのは思ってます。はいはいはい。あ、もちろんそれはなんていうんですかね、本当に僕のことを好きで会いたいとかっていう、そういうレベルのこのファンと交流したい。もっと厳選して。あ、そうです、そうです、はいはいはい、本当にすごい会いたいんだって言ってくるときにちゃんと会いに行けるような、まあ、イベントできたりとかっていうところに力入れていきたい。なるほど、なるほど。っていうのがあります。いいですね、はい、今回休止期間中にいろいろこんな冗談になってる応援してるやつっていうの、ちょっとまあありがたみも正直ありますからね。そうです、そうです、そうです、確かにそれありますね、はい、いくら心ない僕らでも、まあまあそうですね、私もね、こんな時でも応援してくれるんやっていうね。まあまあそうです。そんな感じで、ね、今回の方がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。よかったらグッドボタンもぜひ伝えたくなるので、ガチャンネルのファンクラブやってますので、また見てください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。